This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? マナカネを破ってその先に見据えるビッグマッチ4階級制覇へと進むことができるでしょうか。亀田陣、亀田光輝、チャレンジャーインドネシアノルディ・マナカネです。4度目の防衛戦に臨む亀田光輝、大きく首を上に天井のライトを見つめるように傾けました。ポンと軽く両拳を合わせたチャンピオンとチャレンジャー、赤コーナー青コーナーに分かれ、そして戦いのゴングを待ちます。WBA バンタム級タイトルマッチ第1ラウンドです。チャンピオン亀田光輝は黒のトランクス、そして今日はゴールドのグローブをはめています。一方のチャレンジャーノルディ・マナカネは黒のトランクス、赤いベルトライン、青いグローブをはめているというノルディ・マナカネ、突進力を生かした右のフック、右のアッパー、あるいはこの身長からは考えられないほどの高い遠い距離からの右ストレートが伸びてきます。左のジャブを伸ばしていく、慎重に入っている亀田光輝、右のジャブを追ってから左に、右に回っていく亀田光輝です。はい、マナカネ選手はやっぱりチャンピオンに対してジャブを伸ばすのにまだ大きなパンチは振るってきません。左を当てたと右、左を振るった空振りの亀田光輝の顔面に佐藤治さん、はい、マナカネが最初に右のパンチを当てました。そうですね、右の大きなフックですね、怖いですね。スピードは
ない分あれ握り込んでるんだと思うんですよね、はあ、だからパンチはあると思うんですよね、これ一発気をつけたいですよね、はい、モーションが大きいだけに佐藤さん、はい、つまりこうぐーっと力を込めて振ってくる、そうですね、しっかり遠心力がかかってます。第1ラウンド残り10秒、 WBA 世界バンタム級のタイトルマッチ、亀田光希4度目の防衛戦、チャレンジャーノルディ・マネカネを迎えての第1ラウンドです。静かな立ち上がりという第1ラウンドでした。感じは受けました、はいはい、今日のリングサイド、このリング上のラウンドバールは進行のあります国章さゆりさんが特別に務めています。皆さんはこの第1ラウンドはどうご覧になりましたでしょうか。そうですね、互いにまあ様子を見つつという感じでしたね、はい、ただこのマナカネの右フック、左が当たらなかった亀田光輝に対して、これだけ遠い距離から体の軸の外側から回ってくるパンチでしたが、はい、下げないように気をつけたいですね、はいはい、そうしますと鬼塚さん、はい、防衛戦亀田光輝第2ラウンド、夢は大きく4階級、そしてその上の5階級制覇に掲げている亀田光輝、しかしながらこの防衛戦を乗り越えなければその先に見えるビッグマッチ、指名試合、あるいはそのバンタム級の統一戦といったことや4階級制覇ということは見えてきません。それは亀田光輝も重々分かっています。飛び込んでくる右ストレートの真中根、ガードしていた亀田光輝です。やや今日は鬼塚さん、はい、慎重な立ち上がりということも亀田光輝言えるんでしょうか。そうですね、もちろん KO は意識していると思うんですけど、はい、動きの中で柔らかく倒していこうという意識はあると思います。柔らかく倒していこう、はい、だ真中根選手のやっぱりパンチというか、はい、レフリーはアメリカのラウル・カイズ・ジュニア、ジャッジはニュージーランドのファーリン・マーシー、右ストレートガードしています。韓国のマイケル・リー、フィリピンのシルベストラ・バインザ、ジャッジの3人によってポイントがつけられていきます。 WBA は10ポイントマストシステムを採用しています。1ラウンドで10対9というようにそれぞれの優劣をなるべくつけるように奨励されています。3ノックダウン制、1ラウンドのうち3回ノックダウンをした瞬間にゲームは試合が終わります。カメラ攻撃、左を出しました。グローブは今日は日本製の8オンスを用いています。青いグローブがマナカネ、金のグローブがカメラ攻撃です。右フックは空振り、この大きなパンチはマナカネらしさです。まだあまり手を出さずに見ていくカメラ攻撃、絞り込んでからの左ストレートです。この試合に向けてはかなりこの肘をちっちゃく畳んでそこからストレートを伸ばしていくという動きを再三練習してきました。右左ストレート、両者の左ですがノルディマナカネさらに右を出してきました。もう一回踏み込んで左アッパー、右は相打ち、ガードしていた亀田光輝、くっついた時にやっぱりマナカネ選手、はい、ガードを固めると本当に打つところがない、隙間がないですよね。リーチが長いということで、はい、肘を畳まれるとボディに打つジャブで、はい、相手のガードをこじ上げたいですね、はい、まず一発というよりも佐藤さん、はい、右のジャブを打っていくことによって相手の隙を作るということも大事になってくるんでしょうか。そうですね、やはり一発では終わりたくないですね、はいはい、2発3発続けてもいきたいですね、はい、下がりながらそしてフィントをかけて左ストレート、亀田光輝です。左一撃必殺の左にしたいということでかなり左を練習してきた亀田光輝、これはちょうど距離を取ろうとしたときに突き放した形になってしまいましたので、レフリーのラブ・カイズ・ジュニアが間に入り、マナカネの状態をチェックしてブレイクを取りました。試合再開です。まだ横浜アリーナ静かな立ち上がりに場内がシーンと見つめている雰囲気。マナカネ右ストレート、ガードしている亀田光輝、お互いに様子を見ながらの第2ラウンド、第1ラウンド同様に静かなままこの第2ラウンドが終わろうとしています。第2ラウンド終了です。完封、触れさせないディフェンスと足と速い動き、真ん中が狂った右のパンチがクリーンに当たった目立ったパンチ。第2ラウンドの亀田光輝は左ボディを狙っていきました。さてそろそろ鬼塚さん、はい、動きがあるラウンドになってくるでしょうか。そうですね、亀田なかなか的を絞らせないように動いてくるノルディ・マナカネです。土井さん、はい、チャンピオンの亀田光輝さんですが、横を向いて接近戦でいこうと、それからガードの間を狙っていこうということです。ガードの間ですね、これは徹底してこの試合に向けてやってきた亀田光輝サイドです。土井さん、はい、ノルディ・マナカネサイドです、とにかく中へ入れですね、前へ出てからパンチを待って合わせろと、はい、亀田の左に右を合わせろという指示が出ています。やはりその1ラウンドにあったような佐藤治さん、はい、右フック、今左アッパー見せましたから、ね、右フックなんですね、はい、これがノルディ・マナカネの生命線ということが言えるんでしょう。そうですね、やっぱり自分の方が少し体小さいですので、やっぱり中に入って懐に入って右フック振りたいですね、はい、くっついて右ボディを打ちました亀田光輝です。頭の後頭部に当たっているじゃないかというアピールをした亀田光輝、左のストレート、お互いのカウンターですが、ノルディマナカネ右ストレート詰めてきた、ボディからさらに左、
コーク選手としては真中根選手が入ってくるのを予測して、右を本当に、ショートでカウンター当てるっていう、あ、左ですね、はい、うん、それを意識してるとは思うんですけど、とにかく右のジャブをもうちょいついてほしいですね、バンタム級では必ずその試合ではダウンを奪っています。さらに前回の試合ではマリオ・マシアスに4ラウンド KO 勝利、1ラウンドからダウンを奪って3ラウンド4ラウンドと合計3回のダウンを奪って綺麗な勝利を収めました。非常に前回の試合がボディで仕留めるパンチありと多彩なパンチを見せました亀田コーチです。左アッパー、実はその前回のマリオ・マシアス戦の前にはフィリピン合宿で右の拳を痛めてしまってほとんど左一本で練習をしてきたという亀田コーチ、その分リング上で開放感があってもう痛くてもしょうがないから打ってやろうと思って右を打ったら面白いほどに当たったということでした。手応えをつかんだ前回の試合でもあります。その良さというのを今日の試合も出したい亀田コーチ。ワンツー、右フックから左ストレートです。真中根の右はガードしていました。真中根ショートの右ガードしていながら入ってくる亀田光輝ですが、真中根もちっちゃくなって接近戦になればというパンチを振っています。第3ラウンドにはこの真中根得意の右フックから左アッパー、これはしっかりと亀田はパンチをクリーンには当てさせずガードしていました。終盤に亀田が飛び込んでからの左ボディ、さて佐藤修さん、はい、この後という感じなんですけども、左ボディ打ってますから、はい、徐々に、まあ、効いてくるのかなと思いますね、はい、まあ、ボディを打てば簡単に相手にダメージを与えることはあるんだろうけれどもということで、そのボディは当然視野には入れつつもボディだけに頼らないという攻撃を亀田光輝の頭の中には描いていました。この中央、亀田光輝が相手を待つ、真中根もここからどう入ってくるか、それは一つの課題でしょう。右のジャブを飛ばしていく、この距離だと鬼塚さん、はい、なかなか真中根のパンチは届かないということになるでしょうね、うん、左、うん、あえて遠いレンジからの左を放つ練習はスパーリングでもよく見せていました亀田コーチ。ガードしながらの左ボディです。左のショートのパンチはいいんですけど、はい、ちょっとやっぱ右のジャブが少ないですね、はい、もっと右のジャブをちょっと入れていってほしいです。右フック亀田光輝、真中根ロープに詰めながらのパンチ、左ボディを打っている亀田光輝です。右ボディは真中根、もう一回右ボディから左、そして右、左アッパーは亀田光輝です。土井さん、真中根サイドです、はい、下がるな、そしてしっかりカウンターを狙って大振りをするなという指示です、下がるなという意味では確かに佐藤さん、はい、真中根はこのラウンド必ず亀田光輝に対して詰めていくという動きを見せてますね。そうですね、やっぱり距離詰めたいですね、はいはい、指示が出ていまして、見た感じがどうか、はい、ラウンド間にたびたび光輝を確認しているんですね、そこで悪くないという見方なんですが、体を落として外からのボディを中心にということです、はい、外からのボディ、これを鬼塚さん少し解説していただけますか。外からのそうですね、やっぱりこれですね、はい、そうですね、今の動きですかね、はい、あとやっぱり相手のガードがやっぱり思った以上に硬いので、はい、それをこじ開けたいところもあるんですね、はい、確かに両肘を畳まれてしまいますと打つところがなくなるということですからね、サイドに打って、持ってるガードを開かせたいところはあるでしょう、はい、うん、ボディを打った真中根、左フック真中根、カメラ光輝も必ずガードはしていますが、それでも振るってくるのが真中根です。遠い距離を作りました。カウンターは左も真中根が見せそうになりました。もう一回右のストレートを伸ばしてくる真中根、あえて距離を作りました。そして左アッパー狙いましたが、これは当たりませんでした。カメラ光輝飛び込んでくる真中根、左ボディ、右アッパーは真中根です。右のストレートはガードしていた亀田光輝、ショートの中から右は出る、両者のパンチが当たりました。右、さらに大きなパンチを振るっていったところで第4ラウンド終了。第4ラウンドは中盤にボディアッパーがありました。このボディは後々効いてきそうです。ただラウンド終盤ですが、このお互いのパンチだったんですが、鬼塚さん、はい、ちょっとこの真中根の方がここ当たってましたよね。そうですね、ラウンド前怖いですね、ちょっとコーチ選手見すぎてるかなっていう意識はあります、はい、やっぱり落ちて見えてるとは思うんですけど、だけれども慎重になりすぎると相手も乗ってくるというところがあるでしょうから、非常に怖いところですね。そうですね、ガード高いですから、はい、やっぱりボディ効かせてガード下げたいですよね。鬼塚さんは、はい、ごめんなさい、はい、どうぞ。その
あの戦い方いいと思いますよ、はい、鬼塚さんはこの亀田光輝が主導権を握るし体勢を作る、自分から流れを作るための右が欲しいというところですね。はい、やっぱりこう狙いすぎてしまうんですよね、右のジャブがないので左、はい、とにかく当たれなくてもいいので右のジャブもっとついてほしいですね。左ボディ2つのマナカネ、マナカネはこれまでの試合で見せていた動きはもっとブルブルと振り回してきてガードが真ん中が空きそうなんですが、今日はしかし佐藤さん、はい、両肘畳んでちょっと今までのマナカネの印象、今まで VTR で見てきたマナカネとは違うなという感じがしますね。そうですね、左ショート亀田選手の一発カウンターも警戒している証拠ですね、やはり世界ランカー11位ではありますが、これで一発食えば世界チャンピオンになるという潜在中のチャンスに燃えています。亀の右のジャブ、はいはい、カウンターは取れる技術もあるスピードもある亀田光輝、ゆえに自分から仕掛けていくその動きの中でカウンターであったり自分から流れを作る動き、これが元入っていく右フック、この試合の前3月3日に12年間共に寄り添ってきました中学時代からの同級生と結婚をしています。3月3日に結婚、4月4日に初めての防衛戦となせんでした。しかしながら守るということが初めて分かったと家族の存在の大きさを口にもしました亀田光輝です。カウンターでパンチを当てている亀田光輝、マナカネも2発3発まではなかなかいきません。光輝選手左のカウンターはいいんですけどね、やっぱりこう待ちすぎてしまってるので、はい、マナカネ選手は、まあ、身長ながらやっぱりこう手数振るってきますからね。残り10秒の第5ラウンド、ワンツー左ストレートまで伸ばしたところに打ち下ろし右を狙っていたマナカネ、残り10秒になるとこのようにどうもやってきます。第5ラウンド、さてノルディマナカネ、インドネシアのチャレンジャー、インドネシアといえばクリス・ジョンという WBA のフェザー級15度の防衛を故郷の英雄クリス・ジョンに続いてそのスパーリングパートナーの座から自らも世界チャンピオンに躍り出ることができるかと夢をかけた今日の試合でもありマナカネです。クリス・ジョンは佐藤さん、はい、佐藤さんがそのクリス・ジョンの初めての防衛戦に挑んだんですが、はい、ものすごくその後成長した強くなったチャンピオン、これがインドネシアの英雄なんですよね。そうですね、はい、非常にうまかったですね、はい、ですからあのインドネシアでは非常にボクシングの人気は高く視聴率はマナカネ曰く 80% を超えることもあるということですから佐藤さん、はい、この日本でベルトを奪って自分も英雄に、このクリス・ジョンとスパーリングパートナーやったクリス・ジョンのようにという思いは強いでしょうね。そうですね、もう大きな目標でしょうし、すごいチャンスですからね、はい、まあでも慎重に、はい、待っているカメラ光輝、これまでの試合特に前回のマリオマシタス戦、そしてよく足を使っていたカメラ光輝ですが、今日は鬼塚さんあえてちょっと待つ形を作っているんでしょうか。そうですね、ちょっとやっぱり光輝選手の、まあ、悪いところなんで、はい、慎重になりすぎるところがあるんですね、ちょっと動きがこう固まってしまって、はい、狙いすぎてしまうところがあるので、ここはやっぱりあの前回のようにやっぱり自分から仕掛けていく、右のジャブは欲しいですね、はい、相手がこうやって来い来いと呼びますけども、入ってこさせない戦い方も亀田光輝できます。そうですね、光輝選手は大丈夫、狙ってるっていう意識はあるんでしょうけど、はい、やっぱり相手を乗せないためにもここはちょっと、はい、あの自分から仕掛けることをしてほしいですね。このラウンド必ずマナカネが先に手を出していて、このような混戦に持ち込もうという動き、雰囲気は出てきています。ガードを固めてるので、はい、もらってはないんですけどね。そうなんですけどね、はい、見た目はやっぱり良くはないので、残り1分です。ボディを止まらかね、左ボディ2つは固めていく、行きたいですね。フェイント右アッパー左フック、マナカネのこのウィービングあるいはダッキング、やっぱ低くてリーチが長い、から点にづらいのかもしれないですね光輝選手は、はいはい、だからこそ右のジャブを使って、相手のガードをこう弾くような、弾くような感じで打ってほしいですね、はい、もっと戦前の印象のように振り回してくれればカメラ光輝に当てることができるんですが、なかなかガードを固めながら、はい、というマナカネです。左ショート2つを当てたというところで第6ラウンド終わりました。先ほどの第6ラウンドは佐藤さん、はい、ちょっとこの下距離になってマナカネがパンチをブンブン振り回してくるシーンは目立ちましたよね。そうですね、まあでもまともにはもらってないので、ダメージも
ないとは思うんですけど、見栄え印象が悪くなってしまう。真金の中に左ボディは当てている亀田光輝です。第7ラウンドに入ります。接近して左ボディ、真中で振ってくる。こうなった時に隙が生まれます。右2つに左、そして右アッパーの真中、右は多彩なパンチを持っている真中です。土井さん、はい、その真中サイドです。自分から先に前へ出ろと、ええ、そして距離を取られるな、相手が下がった時が狙い目なんだから、相手の右に合わせてパンチをまとめろという指示です。やはり接近したいということ、そして相手の亀田光輝の打ち終わりを狙っているパンチ、それを指示している真中サイド。右アッパー真中、もう一回右アッパー、ちょっとこの切りだと佐藤さん、はい、嫌なパンチ真中持ってますよ。そうですね、左アッパー亀田光輝、でもこのロープ背負わせるというのは、ええ、それまでなかったんで、はい、いいパターンだと思うんですけどね、ここで合わせていきたいです。カメラサイド、このラウンドはですね、落ち着いて接近戦を狙っていこうと、はい、回転数を上げてそろそろノーモーションも出していこうという指示です。回転数を上げる、おそらくそれもさらに手数へとつながっていくでしょう。左ストレート、真中で振ってくる左アッパー、半分が過ぎました。左ボディはかなり目立ってきました。小さな左アッパーから右服を狙うカメラ攻撃、マナカレもショートレンジのパンチを振るっていきます。右から左、はい、右のジャブをついてるときはパンチも当たってくるんでね、はい、もっともっと増やしてほしいですね、はい、ノーモーションの左です。右のジャブを3つ打った後の左ストレートがよく伸びました。右アッパー空振り、マナカレ頭を振る、ウィービングしながら入ってきます。マナカレ右アッパー、これは距離を取っているカメラ攻撃、右からもう一回右フック、右左、左は当たらず右返しのフックが当たっています。左ボディを入れました。今みたいにこう決めるパンチじゃなくて、はい、全体の動きの中でパンチ出していけばこう逆に当たっていくんですけどね、ええ、はい、ロープに押し込めるというシーンがあり、そして離れたところからの右から入って左、そしてワンツーの後の右フックも当てています。このラウンド第7ラウンドのカメラコーク、右アッパー真中根、ワンツーさらに右フックです。左ボディ、左からもう一回左ストレート、左右左ストレートという感覚を、右のジャンプついたりコンビネーションで当てていくと、はい、もう自分の狙ってる左ストレートが当たってくるんですよね、だからそのためにもやっぱり右のジャブ、はい、そしてコンビネーションということですね。これからがいよいよエンジン全開、本領発揮か、カメラゴール。本当にポイントも確実に取るような、やっぱ自分が仕掛ける戦いを見せてほしいですね、はいはい、第7ラウンドの動きから佐藤さん、はい、この第8ラウンドさらに動きというのは出てくるでしょうか。そうですね、ジャブついてやっぱりコンビネーション、はい、これですね、はい、出していって動かしてもらいたいですね、はいはい、その中で隙が出てきますんで、はい、ファイターだけに必ず隙を作っても振るってくるという真中根です。故に自ら打っていけば相手の隙も出てくるという亀田光輝。そしてリーチでは実は真中根の方が長い、4センチ長いリーチを持っています。しかしその距離感というのはだんだん分かっているはずです。右のジャブを飛ばしながら相手の距離を殺して、そして右から左と仕掛けていく亀田光輝、左ストレート得意のノーモーションです。このラウンドもやっぱり右のジャブも軽くついて、はい、やってるんでね、うん、やりのノーモーションも当たってますね、ええ、ジャブが出てるときはやっぱりいいですよ、はいはい、もう一回右3発出していきました。マナカネの振るってくるパンチは完全、これがバンタム級4度目の防衛戦、2010年の12月王座決定戦でかつての世界チャンピオンアレクサンドル・ムニョスを破りました。そして去年は3回の防衛がありました。ダニエル・ディアスを11ラウンドテクニカルナックアウト、11ラウンド終了時のテクニカルナックアウトです。8月はデビッド・デラマラを判定で下し、そして前回の試合は12月地元大阪でマリオ・マシアスを4ラウンドナックアウトで仕留めています。ここ待たないで自分から行ってほしいですね、はいはい、狙ってるはいるんですけど、狙ってることでやっぱり固まってしまうので、ええ、うん、流れの中からそうですね、はい、右から左です、はい、もう一回出せるか、相手のパンチはガード入ってくる、
右引くから左入ってくる真中根、小さなパンチは神田豪輝、右アップは狙っている真中根、右フック、これはガードはしていますが力任せに振ってくる右のジャブ、残り10秒、左ストレート踏み込み、伊沢踏み込んで入ったところで打っていきました。マナカネの動きを完全に見切ったがゆえにマナカネは空振り。第8ラウンドが終わりました。ボリング上見つめています。第9ラウンドに入ります亀田光輝。この試合に臨む前に実は WBA のバンタム級の指名試合というものが予定されていました。その指名試合は1位のウーゴルイス、しかしながらウーゴルイスの試合の日程と亀田光輝サイドの日程があまり合わず、その試合が流れ、そして次以降に持ち越しということになりました。したがってこの防衛戦終わった後には指名試合もしくは WBO のチャンピオンのホルヘ・アルセとの WBO、WBA との統一戦、これも視野に入れています。それだけにこのマナカネに不覚を取ることはできない亀田光輝、そういった思いも少し慎重になっていたのか。しかし右はこのラウンドかなり鬼塚さん変えてきましたね。しましたね、はい、そこからも左、はい、はい、そうですね、いいですね、これ動きがあるといいですね、はいはい、試合も終盤第9ラウンドに入っています。右から左、右はフックで、そして左はボディ、上下の内訳でした。光輝選手もまともにもらってないので、はい、大丈夫という意識はあるんでしょうけど、本当にこれやっぱり、はい、ジャッジどうつけてるか分からないので、はい、ここはもう明確にこうポイント取ってほしいですよね、はいはい、的確にパンチは出てほしいです。手数を出すというチップ、いわゆる試合運びという分で自ら先頭を取っているということをポイントにするジャッジもいますからね。そうですね、はい、もうもらってないので、大丈夫という意識はあるとは思うんですけど、はい、いわゆるアグレッシブさ、そしてリングゼネラルシップ、試合運び、ディフェンス、さらには有効打というような4つの部門でのジャッジをさらに10対9、ダウンを奪えば10対8というふうに振り分けていくんですが、佐藤さん、はい、その試合運びであったり、いわゆるこのアグレッシブさを手数として考えるか、これはジャッジによってかなり違いますからね。そうですね、違いますね、はい。でやっぱりこう止まりたくないですね、他の選手は。止まってクリーンヒットでなくても、はい、相手が手数を出して打ってくるとリズム乗っちゃいますから、フェイントから右ボディ、やっぱ動いて動いて、行きたいですね。ガードの上からですが真ん中に右ストレートを持ってきました。右アッパー狙った、左はショートで亀田光輝、しかし真ん中に右を出す、ですから当ててても鬼塚さん、この後なんか、とりあえず打ち返しているということをポイントにされる場合もありますからね。はい、ショートパンチ光輝選手当ててるんですけど、その後やっぱり固まってしまうので、はいはい、真ん中選手はやっぱり打ち返してきますからね、はい、今右アッパー、ここ攻め込んだ方がいいですよ、はい、ここ確実に攻め込んだ方がいいです、はいはい、残り10秒でしっかりポイントを取りたい亀田光輝、連打を見せました。今日初めての連打とも言っていいところ、いいですよ、左から左のパンチを見せました。いよいよこれからがこうカメラの今のこのらしさというものが出てほしいところですね。そうですね、フォーク選手やっぱり、はい、持ってるものはこんなもんじゃないと思うんですよ。もっともっとジャブもつけるし、左もいいし、もっともっとインドネシアのノルディン・マナカナイ、現在7連続ナックアウト勝利を重ねてこの世界チャンピオンカメラ光輝に挑んでいます。マナカナイが前に来る、カメラ光輝は少し下がりながら距離を見ている、ガードしています。右カメラ光輝の右、土井さん、はい、真中根サイドです。先ほどポイントの話がありましたが、はい、真中根サイドとしてはほぼ五分であろうと、ここからは攻めてでもポイントを稼いでいけという指示ですね。その中で相手の左に対して右のガードが下がっているから気をつけろと、そして合わせる右はフックだけではなくて下からも行くという指示ですね。アッパーということでしょうか。赤荻歩美アナウンサーでした。連打の中からは鬼塚さん、はい、カメラ光輝がパンチを当てましたね。そうですね、ちっちゃいコンビネーションいいですね、コンビネーションで当ててたらいいですよ、はい、右から左、そして右アッパー、最後の右アッパーは当たりませんでしたが、右から左は非常に動きや流れがスムーズでした。真中根右ストレート、右アッパー、これは真中根サイド、赤荻歩美アナウンサーからのリポートがあった動きです。フックだけではなく下から突き上げろ、このパンチを真中根も見せています。
マナカネ選手がやっぱりコウキ選手のパンチ警戒してるんで、あのガード開かないままパンチ打ってくるんですね。そこに打ちにくいのはあるんですけどね、そこを開かしをしてしまうみたいですね。まあ、相手もやはり世界チャンピオン相手には当然油断はしてこないわけですから、警戒してくる相手をどう崩していくか、これはカメラコウキにとっての一つのテーマになりそうですね。そこはもう張り付けにした方がいいですね、はいはい、ロープを背負わせて何のパンチを見せるか。マナカネも右アッパーを出してきましたが、カメラコウキ左から右、もう一回左、マナカネのパンチは当たらない。攻めてからさあ佐藤さん何を見せるかですね。そうですね、やっぱり上下の打ち分けで、はい、まあ、ショートでここは打ちまくってもらいたいですね、はい、ロープ背負ってもらうわけですね、はい、相手は、はい、土井さん、はい、そのあたり亀田陣営はボディはかなり効いていると読んでいます ね、 ですので外を使えば自然とガードが下がってくるので、ね、そこでノーモーションだという指示です、はい、下からそしてガードを集中させて顔面へという杉山真也アナウンサーが言っていた赤コーナーサイドの指示です。タイムストップがかかりました。ローブローで限定1を取られています。ノルディマナカネのベルトラインより下に当たってしまいました。現在カメラ水で清潔にしてから入れ直さなければいけません。その間にタイムは止まっていますが、しかしこの中でさて鬼塚さん、はい、限定1というのがありました。この1点はやっぱ大きいと思いますよ、はい、ただ田中選手も疲れてるんですよ、はい、ここもっともっと攻撃選手自分から攻めていけばね、確実にポイント取れてくると思うんでね、取り返してほしいですね、はい、取り返していってほしいというかもう倒しにいってほしいですね、はい、佐藤さん、はい、なんか流れを作ろうといった時にまたこの減点というのはちょっと気にかかるところではありますけどね。そうですね、まあ、ここで動揺しないで戦いたいですね、はい、真中根が突っ込んでくる。10ラウンドも残りわずかとなっています。真中根右、この試合やっぱり結果以上にやっぱりコーク選手絶対後で後悔残るような悔しい試合になると思うんですよ、はい、ここはやっぱりもう逆に吹っ切っていった方がいいと思います。はいけないんですね。そうですね、やっぱりしっかりブロックしててもやっぱり印象というものもありますから、はい、そこは慎重に戦いたいですね、慎重に。しかし鬼塚さん曰くやはりここは振り切って、はい、そうですね、あと2ラウンドですから、はいはい、もう倒す気でいってほしいです、左から入ります。マナカレも左のジャブをついてきた。今まではない距離左を出してきた。先手先手手数をとにかく多く出した。左フック、マナカレのインそういったイメージ作りはあるでしょうが、カメラ攻撃も左フックを当てています。右のショート、ここまで練習してきた、しっかり肘を畳んでそこからの左のストレート、これは今日はあまり出ていません。カメラ攻撃、それだけ今日の試合内容には本人が一番不満を持っているはずです。左ストレート、出せば当たってるんですよ、そこからつなげていくことですね、はい、ワン、ツー、スリー、フォーまでも出しました。11ラウンドも1分経過。 WBC は4ラウンド、8ラウンドが終わった後にオープンスコアリングシステム、場内にジャッジのペーパーが集められて発表があります。それによってどのような戦い方を変えるかというのは選手自身もそこで変化というのはつけられますが、連打です。 WBA はジャッジが分かりません。サイドのボディも欲しいですね、マナカネが逆に左ボディ、右アッパーを狙いました。 WBA は最後の最後まで、試合が終わるまでそのジャッジペーパーが集められませんので途中が分かりません。離れていくカメラ光輝、ガードしていますが真ん中で突っ込んでくる、左に当たっています。もう一回右フック、カメラ攻撃、しかし真ん中で 1,2,3,5,6 発打ちました。左はその代わり当てています、はい、出せば当たってるわけですが、はい、そこからつなげていくんですよ。真ん中で6発、カメラ1発、しかしその1発はしっかり当てている。的確性はカメラ、しかしながら手数は真ん中で、出せば当たると鬼塚さんがおっしゃっているように今もそうですね、残り30秒が近づいています。第11ラウンド、飛び込んできたマナカネです、打ち込んでほしいです、はい、もうどこでもいいので打ち込んでいく、自分から、飛び込んできました、うん、飛び込んでの左はよく当たっていますが、さあその後ガードのマナカネ上から打ってきましたが、右のパンチをカメラフックを当てています。マナカネが右飛び込んできて、マナカネの左フックでした。残りわずかあと3分間になろうとしています。行ってもらいたいですね。もうここはそういう、はいはい、
そういう亀田選手の戦い方見たいですね、はい、あえてがむしゃらで形を崩してもいくようなところも見てみたいということですか。そうですね。鬼塚さんはこの3分間当然相手のパンチも警戒しなければいけないところでなおかつどう戦うべきでしょうか。やってるんじゃないかなと思うんでね、ここはもう腹筋で、もう打ち合うつもりで、その迷いを自分で消していくような形で戦ってます、はい。WBA バンタム級タイトルマッチ12回戦で行われるラストラウンドです。真中根右ストレート、カメラ攻撃突き放した、左のショート、カメラ攻撃の左のショート、もう一回左です。真中根が踏み込んできたところに左を伸ばしました、右アッパー突き放す、真中根の左キック、ガードしているカメラゴーク、左のジャブは真中根、右アッパー狙った真中根、ショートから 1,2,3 発打ったショートで当たるのいいですよ、はい、今の左ですね、はい、コンビネーションからのカウンターです、はい、相手が入ってくるのを待ってのカウンターでなくて自分が打ちながらのカウンターということですね。そうですね、あの打ち終わりはもうこの選手か、はい、あのガードが開かないので手が長いし、はい、こじ開けてほしいです ねボディからアッパー狙った真中根、土井さん、はい、挑戦者サイドです。相手の減点を忘れろ、とにかく攻め続けろ、前へ出ろ、以上です。はい、減点は取っていてでも自分のポイントはリードしてないかもしれない、それを考えている真中根、あっという間に残り半分となろうとしています。第12ラウンドラストラウンド、ナイス、はい、左から右から左線のブロック、右アッパー狙っている、真中根の腰が少し落ちてきた、ここでボディでも打って、はい、あ、聞いてるんです、相手も、はい、相手もここでも行ってほしいですね、チャンスなんで、はい、佐藤さん、真中根の動きは止まりましたか。そうですね、やっぱ川田選手手が出してきましたんで、想像以上に硬いガードが崩れてきてますね、はい、左ストレート、はい、当たってますよ、当たってますよ、はい、やっぱこの連打の中で攻撃したいですね、はい、もう一回左です、カメラ通し左から右、右服、左ストレート、はい、もう一回右服、選手も気持ちの強い選手なんでね、慎重になりすぎてたわけなんで、はい、もうここ気持ちいってほしい、最後にもう一回ジャッジの印象も良くする、さらに自分の主導権を握っているラウンドにしたいカメラ攻撃です。左ストレート出せば当たる、真中根も振ってくる、倒しきれるラウンドですよ、はい、ここ行ってほしいですね、左ボディ残り30秒、左ストレート、もう一回左から入っていきますカメラコーキです。気合を入れ直しましたカメラコーキ、しかし真中根も最後まで諦めません、自らのチャンスを信じて出てくる12ラウンド、判定はジャッジによって委ねられますと、WBA の場合は最後までジャッジが読み上げられませんので展開が分かりません。最後の10秒の表示を聞いてからカメラ攻撃が出ていく、カメラ攻撃 WBA バンタム級4度目の公式戦は